こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日はゴールドウィンのテーパードパンツを紹介していこうかなと思ってます。ゴールドウィンのワンタックテーパードパンツがもう大好きで、色違いや素材違いを合わせるとこのシリーズね、実は6本も持てたりするんですよね。着たい服の動画やレビュー動画等でもたびたび履いてたりと、シリーズもので言うとおそらくね、一番持ってるパンツなんじゃないかなと思います。自分で言うのもあれなんですが、結構ね、愛情を注いでる方で、それにね、おそらくショップの店員さんよりも持ってるんじゃないでしょうかね。そんな屈折したワンタックテーパードパンツ愛が届いたのか、先日ゴールドウィンさんから新作のワンタックテーパードパンツをまだ試していないのであればいかがでしょうかとね、お声をかけていただいて、新作のワンタックテーパードパンツの素材違いで2本と、あとちょっとテイストの違ったパンツ1本ね、合計3本送ってもらったんですよね。それがこの3本で、1本1本ね、簡単ではあるんですけど、紹介してみようかなと思ってます。綺麗なシルエットのテーパードパンツをね、お探しの方はぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは最後までよろしくお願いいたします。まず1本目がこちら、ワンタックテーパードデニムパンツ。生地は一般的なナイロンの約7倍もの強度を持つと言われているコーデュラナイロン 17% にコットンを混合した12オンスのデニム生地が使われています。コーデュラが持っている光沢感もあって、デニムなんだけど上品さもね、あったりもするんですよね。そしてコットンの優しい風合いを維持しつつも、厚みと腰とが相まって、それにうっすらとね、毛羽立ちもあったりして、ちゃんとね、色落ちもしちゃうという。ポケット口やサイド部分や内側部分の、ダブルステッチの部分とかはね、特に段々になってね、パッカリングしそうで、しかもね、裾とかはもう色落ちが進んじゃってて、もうね、期待しかありません。深くて濃くて、それでいて鮮やかで重みのあるインディゴをね、十分に楽しめるんじゃないでしょうか。ファイブポケットのね、Gパンに少し飽きちゃったって方にもね、きっと満足していただけると思います。ディテールに関してで言うと、ポケットはね、前2つ後ろも2つで、どちらもね、スレーキがポケットの袋に使われています。特徴的なのがやっぱり大きな後ろのポケットで、お尻の曲線にね、沿うように設計されていて、大きいんですけど、綺麗にね、収まってると思います。ただ大きいからといって調子に乗ってね、いっぱい物を入れちゃうと、せっかくの綺麗なラインが崩れちゃったりするので、あんまりね、かさばるものは入れない方がいいと思います。スマートフォンくらいがね、ちょうどよくって、入れてみたらわかるんですが、ポケットの布がいい働きをね、してくれて、ある意味ね、宙に浮いたような感じになって、シルエット的にもお尻に影響を及ばさず、しっかりとね、収納してくれて、こぼれる心配もありません。で、右前のポケットの内側にはセキュリティポケットがあって、Gパンで言うとコインポケット的な存在でしょうか。ファスナーがついているので、小さいものやね、鍵なんかを入れるのにもちょうどよかったりもします。そして右前には余ったベルトを通すようにベルトループが1箇所あるんですが、僕個人的にはね、右サイドやや後ろ気味ぐらいの位置にね、カラビナをかけられるフックであったりか、ベルトループなんかがね、欲しかったなというのがね、個人的な感想です。で、トップボタンは以前のモデルのプラスチックから金属製へと品質が上げられています。そしてシルエットに関してで言うと、僕が持っている以前のワンタックテーパードパンツに比べて少しだけゆとりを持たせた新しいシルエットにね、アップデートされていて、でなおかつフルレングスに変更されました。腰、太もものゆとり感をワンタックを入れることで立体的な膨らみを維持しつつ、そのまま外までゆっくりとテーパードをしていくので、なのでね、360度立体でなおかつテーパード、この様ですよ。もうこれがね、本当に素晴らしい素直なテーパードなんですよ。もう本当にこのシルエットが好きで、許されるのであれば全部このシルエットにしてほしいくらい。で、裾の長さが以前のクブ丈からフルレングスになったおかげで、ハイカットやブーツなんかもね、合わせやすくなったんじゃないでしょうか。で、もちろんロールアップして履くことも可能です。そうするとね、よりテーパード感が強調されて、よりシルエットがね、綺麗になって、もうめちゃくちゃいいんですよね。着る服の系統なんかでもね、左右されると思うんですが、僕としてはあったかい季節はね、積極的にロールアップしてね、履いてみたいなと思ってます。で、サイズ感なんですが、僕が履いているのは L サイズになります。
ウエストはまだ余裕がある感じで、多分ね M サイズでも全然履けると思います。ゆったり履きたい場合は、まあ、ちょうどいいサイズ感なんじゃないかなと思います。もっとねスッキリして履きたいよって方は、僕の体型から見るとワンサイズ下げてもね、まあ、M サイズでね全然大丈夫だと思います。ぜひね参考にしてみてください。そしてもう一本のワンタックテーパードパンツがこちら、ワンタックテーパードストレッチパンツ。こっちのモデルもね、また雰囲気が全然違ってて、もうめちゃくちゃいいんですよね。生地はポリエステル 100% を使用してるんですけど、まあ、なんですけど、まあ、縦にも横にもね、ちゃんと伸びるんですよ。生地の分子レベルの伸縮性を使っているそうで、まあ、回復力も高くてね、で、なおかつ劣化もしにくくもなっていて、まあ、それにね、マットな色味とフラットな素材感もまた絶妙によくってね。で、しかもシワが入りにくく、ホコリも目立ちにくく、まあ、ちゃんと撥水性まであったりとね、もう素材のチョイスがね、とにかくいいんですよ。まあ素晴らしい。まあこういった、まあ、高級感あるジャージーな素材ね、個人的に大好きで、もう大歓迎ですよ。可能であるならば、まあ、セットアップでね、着たいくらいです。で、シルエットはこのモデルもフルレングスにアップデートされました。靴部分にワンクッション入るので、まあ、季節感関係なくいろんな着こなしにも対応できるようになったんじゃないかなと思います。で、もちろんロールアップも快適。デニムバージョンもそうなんですが、まあ、ロールアップしてもね、まあ、シルエットが綺麗なままなので、スニーカーを履くときとか、まあ、これからの暖かい季節なんかには、まあ、特にね、ロールアップをおすすめしたいです。で、サイズ感ですが、こちらもね、L サイズを履いています。まあ、どこもね、ストレスもなく、履き心地もめちゃくちゃいいので、もう僕的にはね、ジャストなサイズ感だと思ってます。で、あと、ロールアップした時もね、綺麗なテーパード感が出るので、個人的にはね、このサイズ感が大好き。まあ、ぜひね、参考ください。はい、ここまで2本新しくなったワンタックテーパードパンツを紹介させていただきました。フルレングスになったおかげでいろんな服装にも合わせやすくなった上に1年中ずっと履けるようにもなって、まあ、そういった意味でもねやっぱり名品ですよね。もう名作ですよ。過去に、まあ、不遇の名作とかノースフェイスの鍵にね埋もれがちとか、まあ、言っちゃってた自分がね本当にね恥ずかしい、申し訳ないです。まあ、個人的な感想が大いに反映されてはいるんですが、もうね、圧勝してるんじゃないでしょうかね。ゴールドウィンの名作、ワンタックテーパードパンツが、まあ、さらなる高みへとね、アップデートしたということをね、ここでお伝えさせていただきました。そして最後にもう一本、ワンタックテーパードパンツとは、まあ、ちょっとね、テイストの違ったパンツ、コージュラストレッチパンツ。生地にはストレッチが入ったコージュラナイロンが使われていて、ちゃんとね伸びてくれます、まあ、なので、ね、体の動きに合わせて追従してくれるので、動き回ってもね全然楽ちんで、まあ、薄くて耐久性が高いのもね特徴の一つです。ポケット類に関してはね、ワンタックテーパードパンツと、まあ、同じで、右前にセキュリティポケット。で、後ろのポケットも同じようなデザインとなっています。で、ポケットの内側は全部メッシュ素材になっているので、まあ、通気性もね、抜群。そして、右の太ももあたりにはファスナーポケットがあるので、まあ、ちょっとした小物なんかのね、収納にも活躍してくれそうです。で、裾はゴムシャーリング仕様。ベルトループも左前部分に一つあります。全体的にワンタックテーパードパンツをよりラフなアウトドアパンツに仕立てたようなデザインとなってるんじゃないでしょうか。で、シルエットはタイト目のストレートシルエット。テーパード感は少なく、まあ、裾周りにクッションがたまるデザインで、まあ、低山登山やね、ハイキング、キャンプにちょうどいいんじゃないでしょうか。まあ、シルエットもそうなんですが、まあ、生地感もね、楽ちんなパンツなので、まあ、体も気持ちもリラックスして履き続けられると思います。で、サイズ感ですが、着用サイズは L サイズを履いてます。ウエストはまだまだ余裕がある感じなので、M サイズでもね、大丈夫なようです。アウトドア環境下での使用がね、中心になる場合は、このサイズ感で全く問題ないと思うんですが、タウンユースでの使用が中心になっちゃうと、まあ、よりスッキリしたシルエットの方がね、まあ、合わせやすいと思うので、まあ、どちらかというとワンサイズ下げてね、M サイズの方がいいかもしれません。まあ、ぜひね、参考ください。はい、ということで今回はゴールドウィンのテーパードパンツ3本をね紹介させていただきました。気になったパンツがあればねぜひチェックしてみてください。本日は以上となります。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録やコメント評価など気軽にしていってください。それではまた次の動画で、さようなら。